お願いします。お願いいたします。ウトザビーチでプランナーをしております、大久と申します。お願いいたします。まずはじめにザビーチの紹介を簡単にさせていただければなと思っています。ちょっと途中で画面共有とかもしながらできればなと思うんですけれども、見づらい点あればサポートをお願いします。ザビーチは2018年の5月にオープンして今年で3年目となっていて、割と新しい会場となっております。特徴としては1000坪の敷地の中に砂浜だったりガーデンだったりっていうスペースがあって、自然豊かな会場でご結婚式ができるっていうところで、スタジオ貸しも行っているのでドラマだったり雑誌の撮影でも使われることが多くなってます。そんなザビーチなんですけど、貸し切りでオリジナルウェディングをしているので、その結婚式を作る上で4つのポイントがあるので、そこを先に紹介させていただこうかなと思います。ちょっとここから画面共有をさせていただきます。お願いします。見えてますかね？はい、大丈夫です。ザビーチではプランがまず2つあって、ご希望に合わせて半日と終日とでご案内をしています。空間としてのみではなくって、時間軸としても自由にお使いいただけるので、例えば乾杯をしてちょっとお酒を飲んでから挙式をしたいなだったりとか、家族だけの時間をしっかり作ってから挙式をしたいなとかっていうご希望に沿ったスケジュールを作れるっていうのがまず一つポイントになってます。次のプロポーザルっていうところは、2人のことを伺って、すべてのお客様にプランナーがそれぞれ企画書をお作りしてます。なので、ここではお二人の結婚式までのストーリーだったりとか、キーワードを出させてもらって、そこから派生させて装飾だったりとかっていうことも提案をさせていただいてます。3つ目はフォトについてなんですけれども、もともとカメラマンだった会長が作った会場にはなるので、写真はどこを撮っても可愛く絵になるように作られてます。あとは当日は必ず前撮りというかフォトツアーっていう時間があるので、お写真はしっかりお二人だけのお写真も残してもらえるようになってます。4つ目は貸し切りスペースが本当にとにかく広いので、まず挙式できるスペースがこちらの室内のセレモニースペースと、こんな感じですね、装飾すると砂浜のスペースとガーデンスペースと、この3つからお選びいただけます。そういったポイントも他の式場さんにはない部分なのかなとは思っています。一旦画面共有を停止しますね。で、そんなザビーチなんですけれども、今回テーマがナチュラルウェディングっていうことだったんですけれども、お話を伺ったらナチュラルさ、装飾っていう部分ももちろんだって伺ったんですけど、そうじゃなくお二人らしさが出るところもナチュラルさっていうふうに伺ったので、今回はちょっと2つの軸に分けて、1つはアウトサイドって目に見える部分、装飾の部分と、目に見えないインサイドの部分、コンテンツだったりっていう部分をご紹介しようかなと思います。ちょっと忙しいんですが、また大変ですよねいただきます。まずは装飾の部分です。グリーンみたいなナチュラルなイメージっていうことだったので、グリーン系を多くちょっと取り揃えてみました。見えますかね？はい、モデルさんの撮影なんですけれども、お野菜を使ったりとかポパイをイメージして作った。お野菜なんですね。そうです、お野菜も使ってます、あとはこんな感じでドライっぽいものを一緒に入れていたりとか、フラワービュッフェをやったりもしました。とか、こんな感じでグリーンをイメージしていても枠を使ったりだとか、上から吊ったりだとかっていう風にいろいろとお好み伺いながら一からオリジナルで作ってます。オープンしてからこれまで同じ装飾だった方ってもちろん一組もいなくって、一から作らせてもらってるんですけど、プラスで背景なんですけれども、この背景、砂浜背景なんですが、別でこんな感じでガーデン側を背景にすることもできます。この後会場を見ていただこうと思うのでご紹介をしようと思うんですけれども、こんな感じでお二人のご希望に合わせて背景も変更していけるっていう部分も一つポイントかなと
思っております。こんな感じで装飾を一つこだわれますよっていう部分と、あとはインサイドの部分、目に見えないというかコンテンツの部分で言うと、ちょっとまたすいません共有させてもらいます。こんな感じでお色直しのドレスをゲストの皆様にペイントしていただくようなとかをしたりもしました。結構盛り上がっていて、やっぱり世界に一つのドレスを皆様っていうのは盛り上がってましたね。あとはこれはカラオケをしながら再入場をしてます。スナックがテーマの結婚式だったので糸を歌いながら再入場をしていて、日本酒の聞き酒のコンテンツとかも行いました。あとはまあ綿あめを入れたりだとか、花火も結構人気な演出で、手持ち花火をゲストの皆様に持っていただいて、最後アーチを作って退場するっていう演出も人気になってます。あとは64を持ち込んで皆さんでゲームをしていただいたりだとか、マグロ入刀もしたことと、はい、こんな感じでお寿司をファーストバイトさせたりだとかっていう風に、まあ、お二人がやりたいことっていうのはなるべくノーと言わずにご紹介するように、叶えられるようにっていうのを心がけて結婚式は作ってます。この後実際に会場を見ていただこうかなと思うんですけれども、その前にまあ作り方をご紹介した中でイメージがより湧くように一本ムービーを見ていただこうかなと思ってます。ちょっとこれはナチュラルめなグリーン多めなイメージの型になってます。少々お待ちください。失礼しました。映ってますかね。うはい、ちょっと画面を少し大きく映していただけますか。はい。ちょっともう一回、すいません、申し訳ないです。いえいえ。はい、大丈夫そうですか。素晴らしい。はい。再生させていただきます。Close your eyes, make some imagination. Go for the love. We can change stars with our hands and hearts. Make them shine on us. But no, no, don't worry, don't let they won't stop saying that. But soon they'll begin. Come from deep and far.ありがとうございます。はい、すいません、このまま会場をご案内しようかなと思います。聞こえてますかね。はい、聞こえております。はい、ありがとうございます。まずここがエントランスになっていて、今ザビーチティファニーって書いてあるんですけれども、ここがお二人のお名前と日付とが当日入るようなウェルカムボードになってます。あ、大久さん、すみません、少しだけお待ちいただいてもよろしいですか。はい、あ、お願いします。お待たせしました。はい、ありがとうございます。エントランスにはブランコもあって、足元にザビーチの文字が入っているところをそのまま進んでいただくと受付になってます。ここで受付をしていただいて、クロークだったりお手洗いが横にご用意させてもらってます。そしてこちらの空いているスペース、
通常はカフェになってるんですけれども、こちらがすべてゲストの方の待合スペースとしてご利用いただいている部分になります。会場内の家具は自由に使っていただいて大丈夫なので、高砂のソファーだったりっていうのもご自身でお選びいただいてます。そしてここから外に出るんですけれども、こちらが室内の挙式スペースとなっております。先ほどお写真で見ていただいたものになってます。奥はご親族様の控え室だったり、お2階がお二人の控え室となってます。結構日中は光が差し込んで、かなり綺麗な明るい会場になってます。夜も素敵です。そのまま隣にあるのがガーデンとなってまして、電飾がついているので、ここも夜の雰囲気はとてもいいかなと思います。ナイトウェディングされる方だと圧倒的にガーデンが人気になってます。最高ですね、この人気のね。その後こちらに広がっているのが砂浜ですね。ちょっと今日日が暮れてしまっているので、砂の色もそんなに明るくは見えないんですけれども、本当に真っ白なので写真映えがとにかくすごくするようになってます。外にビールサーバーとか持ってきてビール飲んでいただいてもいいですし、バーベキューとか人気なコンテンツとなってます。まさに日中と夜とで雰囲気がまたかなり変わるので、終日プランで2次会までしていただくと、まあ、1日のこの景色の移り変わりも含めて楽しんでいただけるかなと思います。そしてビーチからそのまま入ってこれるのが披露宴会場となってます。こんな感じで今回は高砂がガーデン背景の高砂になっているんですけれども、うん、ちょっと防風っぽい装飾になってます、うん、テーブルはすべて流しテーブルで海外風をイメージしております、うん、でこのレイアウトなんですけれども、正面に見える砂浜を背景にすることも可能です。その場合後ろの扉が今一面だけ開けてるんですけれども、すべて開くのでかなり開放感はあるかなと思います。今このご時世でコロナを気にする方も多くいらっしゃるので、これだけこう開放感があって換気ができる会場っていうのはなかなか人気があるかなと思います。基本ワンフロア型で完結しているので、まあ足の悪いご年配の方だったりとか赤ちゃん連れもあまり心配なく過ごしていただけるのもポイントかなと思っております。会場はこんな感じになるんですけれども、もう一本ムービーを見ていただきたいなと思ってまして、弊社はムービーもかなりこだわって作っているので、お客様ごとに全く雰囲気が変わっていて、次お見せするのはフェス好きなお二人で結構ファンキーな感じなんですけれども、それもまたビーチらしくて素敵なムービーになっているので、ぜひ見ていただけたらなと思います。一旦こちらのビデオを停止させてもらいます。はい、ご移動中ですかね。すごい、本当にどこ切り取っても、うん、もうフォトジェニックってこういうことなんだっていう感じでしたね。本当ですね。うん、確かに結婚式当日もすごい撮影の時間たっぷり撮られているので、うん、こだわったものをきちんと記録に残したいっていう新郎新婦様とかにもすごく喜ばれてますね。うん、今お戻りですね。すいません、お待たせしました。ちょっともう一個のムービーを今から共有します、ね。はい、お願いします。では
本当ファンキーでしたね。そうです、結構続きでファンキーな方なので楽しそうなムービーにはなっているかなと思うんですけれども、この日雨は降ってたんですけど、2人のパワーだったりですごく楽しいパーティーになったなっていうのがちゃんとしてたんですけど印象に残ってます。こんな感じでザ・ビーチではプランナーがコンテンツだったり装飾だったりエンドロールムービーだったりあとは写真だったりペーパーアイテムだったりっていう全てをご提案しながらトータルプロデュースしてるので、まあそういったところで決められたこう選択肢の中から選ぶっていうよりもお客様自身の自然体なナチュラルさっていうところを引き出せていけるのではいけてるのではないかなと思っております。あとは一応ホームページだったりとかあとは毎週結婚式があるとインスタグラムにその場の様子を載せていたりするのでまたちょっと共有にはなってしまうんですけれども、それのご紹介もさせていただけたらなと思ってます。あとは、3つ URL が QR コードが載ってるんですけれども、今プランナー目線で結婚式を作ったその企画書の詳細とかを載せてるリアルのインスタグラム、プランナー目線のインスタグラムとかも右下の QR コードがそのインスタグラムになっているので、よかったらそちらもチェックしてもらえたらなと思っております。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。とっても素敵で、どこを切り取ってもフォトジェニックな、本当にお二人らしさが溢れる式場さんですね。ありがとうございました。また、ビーチさんでした。ありがとうございました。この機会ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いや、楽しかったです。楽しかったですね。ムービーもなんかこう、お二人らしさが、いろんなこう、スタイルで見れて、またなんかこうそれもナチュラルのいろいろなスタイルなのかなっていうか、ねえ、ナチュラル広いっていう感じですね。そう、さっきお写真かな出てきたマグロ入刀をされてた方は、うんうん、時花ご利用いただいたお客様で、私担当させていただいたんですけど、すごい思い出深いお二人で、もう打ち合わせもすっごい楽しかったって言って、まあそのお式終わってからもすごいちょこちょこご連絡いただいたりとかして、うん、とてもやっぱりね、結婚式って当日もそうですけど、うん、そこまでの過程っていうのもとても大事だなって思った、うん、まあはい、そんなきっかけをくれた素敵な式場でございました。ありがとうございます。